はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、ちょっと大物です。京商さんよりお送りいただきました AR ドローン 2.0 です。 AR ドローン、もう皆さんご存知ですよね。スマートフォンとかタブレットからですね、操作することができるラジコンなんですけれども、非常にね、面白い。ちょっとね、届いてからしばらく遊んでみたんですけれども、これは面白いね。じゃ早速中身をですね、ちょっと確認していきたいと思います。ずわっと、できないですね。ここにこの AR ドローンが入ってるわけですね。はい、こちらがですね、 AR ドローン本体です。結構大きいですよね。実はこの部分、発泡スチロールなんですね。室内でガンガン当たっちゃってもですね、家具とかが傷つくことはないと思います。逆にこの発泡スチロールなだけにですね、このプロペラで削ってしまうことがあるので、その辺はね、注意が必要です。ちなみにこれがね、室内用のセットなんですけれども、これをですね、外すとですね、屋外用のこのカバーがついてまして、これを取り付けることで屋外ではこのようにして使えますね。でここにですね、 HD の、ビデオカメラがついております。結構ね、広角ですね。 AR ドローン自体のこのような形になっております。プロペラが4つついておりますね。こちらが AR ドローン 2.0 専用のバッテリーですね。で、このチャージャーで、充電することができます。このような感じですね。とりあえずですね、これ充電してありますので、このね、狭い部屋でちょっとだけ飛ばしてみましょうか。ちなみに操作はですね、iOS 端末、iPhone とか iPad、それと Android、こちら Nexus 7でも、問題なく操作することができました。iPhone でですね、こちらのAR ドローンっていうね、Wi-Fi ネットワーク、これに接続します。AR フリーフライトっていうアプリが無料でありますので、これを立ち上げます。そうするとですね、この操縦って画面が出てくるんですね。そうするとほら、今これ、ここのカメラがもう映ってるわけですね、これ。多少遅延しますけど、これぐらいいいでしょうね。ちょっと飛ばしてみましょうか。これせっかくだからちょっと僕の方向けて。これね、いきなり起動するとですね、1メートル上に上がるので大丈夫かな。ちょっとだけやってみますね。はい、こんな感じ。ちょっと室内だと怖いですね。ちなみにですね、 Android の方にも AR フリーフライトってアプリがありますので、それでですね、同じように操作することはできます。でね、飛行中ずっと録画できるんですけれども、録画し終わったファイルはですね、自動的にカメラロールの方に保存されるんですね。なのでね、非常にやりやすいです。じゃあですね、ちょっと外で撮った映像ありますので、そちらをご覧ください。くそー、レイちゃんもやんのそれ。UFO 見えるね。結構上がるじゃん。はい、ということで今回はスマートフォンやタブレットから操作できる、ラジコンプロペラ機 AR ドローン 2.0 でした。